はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介をすることが多いんですけれどもその他にも心理学やまた英語学習についてもご紹介していますで。その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストを作っていますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 で今日ご紹介する本はこちらの「イーロン・マスクの挑戦人類を火星に移住させる」と。と いうタイトルの本ですでこの本本でですすこは雑誌ですねでページ数としてはページあすみません130ページぐらいですねの雑誌になっていますけれども内容としてはこのイーロン・マスクという一個人に、えー、フォーカスをした内容になっています。でもしかするとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのイーロン・マスクという人は、えーとまあ、一番有名なのはおそらくテスラという電気自動車の会社ですねの、えーとまあ、トップとして有名だと思います。でえー、とここのの本は主に、えーまあ、このイーロンマスクの の挑戦として、えーまあ、この人類をにさせるプロジェクトである、まあ、スペース X という会社、まあ、そのビジネスについてがまあメインですでえっともちろんこちらの会社についても彼が、えっと、CEO をやってますで共同設立者の一人ですでえっとなのでこの本に書かれてるのはこのスペース X とテスラのいるのはこのスペース X とテスラの内容が一部なんですけれどもまあ実はこのイーロン・マスクという人は えー、ペイパルの、えー、前身である会社を、まあ、作ったりとかですねペイパルっていうのは、まあ、e コマースなんかで使える、えー、とウェブ上での支払いサービスだったと思うんですけどもとか、えー、とあとは最近はテスラの子会社になりましたけれどもソーラーシティというような、えー、太陽光発電のパネルを作ってる会社。 とかあとは今ボーリングカンパニーといって、えー、ロサンゼルスの地下にですね巨大なトンネルを掘ってその中をまあ高速で人を移動させることによって渋滞を緩和させるとか、まあ、そういったプロジェクトも並行してやってる人です、はい、なので、えーとまあ、調べればすぐ出てくると思いますけれども本当にですねスケールのでかいビジネスをもう何個も何個もここ、えー、10年ぐらいの間にガンガン立ち上げてるというような人ですでもうあの私の思いつく限りでは、まあ、現代生きている、えーまあ、事業家実業家の中で、えー まあ一番アグレッシブな人なな人んじゃいいかと思いますでちょっと前置きが長くなりましたけれどもそのイーロン・マスクについてですねこの本は語ってますんで先ほども言いましたけれども主にスペース X という会社がどのようにしてこれまでどのようにしていっこれまで。 事業を行ってきたかとというところについてて説明していますでこの会社っていうのはどういう会社かっていうのをあの簡単にご説明をしますと,、えー、と民間の、まあ、もちろんこの方イーロン・マスクが設立したロケットを打ち上げる会社です。で、えーとーまああのー、そのロケットっていうのはこれまで、まあ、NASA とか JAXA といったような、まあ、国が関わるプロジェクトでないとなかなか予算的に厳しいというふうに考えられてきたところを、まあ、彼が、えーまあ、プライベートカンパニーとしてそれを えー、まあやってると。 いうことですですポイント肝はどこかというとですねそのこれまでロケットの打ち上げっていうのは、えー、と一度打ち上げたロケットっていうのはもう回収せずにですね多分宇宙空間だと思いいますすけれどもこう使い捨ててにしてたんですねでねそれがまあだいたい十数億とか、まあ、100億とか、えー、まあプロジェクト全体で見るともっと、えー、お金がかかるものであってなかなかそのプライベートカンパニーでその例えば何十億もう一発打ち上げたらもうそれでおしまいといったようなプロジェクトっていうのは難しいというふうにこれまでは考えられてきました。 しかし彼は何を考えたかというとそれはロケットをじゃあ、えー、再利用すればいいじゃないかと。でえー、とそののロケットのうち うんとその再利用できない部分とできる部分っていうのを分けてもう再利用できる部分は全部使ってしまうということによってもうコストを10分の1以下に抑えたというのが、まあ、彼がやったことです。で再利用っていうのはどういうことかというと今ここにあるようにですねロケットがブーッとこう打ち上がっていくんですけどもそれが、えー、と宇宙空間から何かまあ役割を終えて戻ってくるんですね。で戻ってくるときに、まあ、例えば地球上の海の上にロケットがこうやってバーッて上から とと降りてきますとで降りてきてでそのまあ、海面に着水する前にですねまたこう噴射をしてその勢いを殺してやって。 もうまさにです、ね、そのロケットの打ち上げの逆再生のような感じでこう1回打ち上がったロケットが空からこうふわーっと戻ってきて会場にこう不時着するというようなことです。であの今もう YouTube とかでもです、ね、そういった動画っていうのはあの誰でも見れると思うんですけども本当にですねあのなんか不思議な感覚になります。でやっぱ彼はそういうまあ原理主義というか 物事のどこに難しさがあってどれを解決すればそれが全体として課題が解決されるのかっていうのを分解して課題を理解する能力に非常に長けてましてそのどこにニーズがあってそれをどういった技術課題が何て言うのかな発生させているか。 そこを本当にあのよく見てます、ね、で、えーとまあ、テスラもそうなんですけれども、まあ、これまで電気自動車っていうのは発想自体はもう多分100年以上前からあったと思うんですけれどもそれをですね、まあ、最近のリチウムイオン電池っていうのの発展と、えーまあ、あの円筒型と呼ばれるですね電池をたくさん とにかくもう安くたくさん積むというようなテクノロジーを組み合わせることによって今のガソリンエンジン車と同じぐらいの距離を走る電気自動車をまあ作り上げました。でえっと今私実はアメリカに住んでるんですけれども結構ですねまあ、1週間に23台はもうテスラの車を見ます。 えと別にそんなにすごい都会に住んでるわけではないんですけれども、あのー、中規模程度の都市に住んでいますけれどもやっぱりあのテスラのの車っていうのを今見ますで、まあ、そういったあのイノベーションをですね、まあ、次々立ち上げてるまあそのイーロン・マスクという人、まあ、私はあの非常に個人的にあのファンなんですけれども、まあ、その方の本ですね。 でえーとまあ、何度も言いますけれども、まあ、メインはこの、えー、とスペース X という会社についての内容が、まあ、多分7割以上だと思うんですけれども一部ですねそのテスラのモデル S とあとロードスターについての本ですね。 あとはあ、ちょっと言い忘れましたけれども、ハイパーループというプロジェクトもやってます。でこれはどういうプロジェクトかというと、えーとまあ、地上にです、ね、真空に引いてあるチューブっていうのを作りますと、でその中に、えーまあ、カプセル状の移動体を入れて、で真空に引いてあるんで空気抵抗がないんで、まあ、非常に高速に移動できますということで、こうビュンと移動させて、えーまあ、高速に人を移動させると。で時速1200キロって書いてますね。今のの新幹線の多分、えーまあ 4倍くらいだと思いますけれどもまあそれぐらいのスピードでまあ人を移動させるというプロジェクトをまあ考えているそうです、えー、今考えているのはロスとサンフランシスコの間は30分ということですねこの間はちょっと車で行くとどれぐらいかかるのかわかんないんですけども結構遠いですね多分4時間とか車でかかるんじゃないかなそれぐらいかかる距離だと思うんですけどもまあ、ハイパーループを使うと30分ということですね はいで、ちょっと長くなってますけれども、そのまああの今生きているですね。実業家の中でも本当に類まれなる才能とセンスを持った、えー、このイーロンマスクという人をまあ理解するのに、この本はまあ130ページぐらいで非常に読みやすいですし。しまあ、結構あのロケットの写真とか月の写真とか綺麗な写真もいくつかあるんで、あの簡単に読める本だと思います。あの、もし興味がある方は読まれてみるといいと思います。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録と、えー、グッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。